皆さんこんにちは、未来です。今回はですね、私が使いたいコスメを使ってクリスマス、私流のクリスマスメイクをしてみました。完成はこんな感じの顔です。よかったら最後までご視聴ください。それではどうぞ。それでは早速ベースメイクをしていきます。今回はクリスマスメイクということなので、ちょっと透明感のある肌に見せたいので、下地は今回紫色のこのナチュラグラッセのカラーコントロールピュレの紫色の下地を使っていきます。で、顔の中心にのせていきます。よし、ある程度のせたらスポンジでなじませます。で、しっかりお肌も血色感があるというか、こう健康的なお肌に見せたいので、私にはちょっと白いんですけど、エチュードハウスのプレシャスミネラルマジカルエニクッションのピーチ色をお肌にのせていきます。こんな感じのピーチ色、もうほぼ肌色だね。だけどめっちゃ白いからね。はい、でカラーコントロールでこんな感じの肌に仕上げたら、次はファンデーションをしていきます。ファンデーションはこちらのいつも使っているアディクションのスキンケアファンデーションを使っていきます。これはすごい艶やかな肌になります。OK、 ファンデーション塗り終わりましたので、次はコンシーラー。コンシーラーは今日はこっちにしたいと思います。 MAC のプロロングウェアのコンシーラーを使っていきます。私が使っている色が NW の20番を使っています。鼻、目の下、シミ、クマ、小鼻の赤み、ちょっと明るい色なんですけどね。これをしっかり伸ばしていきます。OK。で、今回はふんわりした肌に仕上げたいので、今回使うパウダーはこちらプリマビスタの化粧持ち実感おしろいを使っていきます。これはこういう付属のパフについて、パフにこういう風にですねのせたら揉み込みます。こんな感じで均等になるようにコンシーラーをのせたところに重ね付けしていきます。で、余ったもので顔の周りをはたいていきます。で、これでふんわりお肌の完成です。で、今回主役にしたいアイシャドウがこちらディオールなんですけれども、ディオールのサンククルールのルービー、今年の限定カラーですね。クリスマスコフレというかクリスマスコレクションの限定カラー、こういったカラーになっております。本当にね、艶やかな、なんて言うんだろう、ちょっとメタリックっぽい感じの発色でめちゃくちゃ好きです。ということで早速塗っていきます。まず今回はクリスマスメイク、まあ、デートメイクっぽい感じでしたいので、このこちらの真ん中じゃないわ、このピンクっぽいカラーを
いつもはしないんですけど、手に取って指に取ってアイホール全体にうっすらのせていきます。うっすらのせることによってトーンアップ効果があります。で、私は彫りを深く見せたいので、このイプサのフェイスカラーデザイニングパレットのこのブロンザーカラー、シェーディングカラーを筆に取ってこの目のくぼみに入れます。ではクリースにラインを引いたら、次はこの明るいカラーをアイホールにのせていきます。ちょっとたっぷりめにのせていきます。はい、これでこのアイホール全体に白色を入れることによってちょっと二重っぽくなります。こんな感じ。はい、でこの上から今日はですね、キラキラをつけたいので、このマックのダズルアイシャドウのラストダンスっていう色を指でのせていきたいと思います。この色はですね、綺麗、こんな感じの綺麗なカラーです。ピンクのね、多色ラメが入ってるの。はい、のせるよ。そしたらまたこのディオールのカラーに戻ります。この真ん中の一番ルビーのカラーですね、これを筆に取って下まぶた全体にのせていきます。カラーメイクをするときは下まぶたにカラーをのせるとすごく挑戦しやすくなると思います。こんな感じで赤いクマができたら、次は深みを出すためにこのカラーをのせます。目尻1/3。のせたら下だけがすごい濃い感じになっちゃうので、上のこの黒目の一番端からこっち側ものせていきます。上まぶたのね。このブラウンカラーを上まぶたのもうちょい目尻側の方にのせて深みを出します。これでアイシャドウは完成です。アイシャドウはこんな感じ。今からアイラインを引いていきます。使うアイラインはシェリーリボンの、まあ何でもいいんですけど、私はブラックのアイライナーを使っていきます。これはもうお好みでアイライン引いていってください。OK。 はい、アイラインを引いたら、次はピューラーでまつげをしっかり上げてマスカラをしていきます。で、マスカラはいつも使っているこれヒロインメイクの、ボリューム&カールマスカラスーパーウォータープルーフを使っていきます。これもブラックです。上下ともにたくさん塗っていきます。完成した目はこんな感じ。こんな感じの目になりました。光がうまくいかないよ。そしたら眉毛していきます。眉毛はいつも通り描こうと思います。最近使っているのはこのセザンヌのブラシ付きアイブロウを使います。私は眉尻から描くのが好きです。で、形を整えます。
ちょっと眉毛を伸ばして、でこの眉尻から山をつけます。この辺かな。でこの辺に色づけていきます。OK、 これでペンシルは終わりで、眉尻描き終わったら次はアイブロウパウダー。私が最近使っているのはエチュードハウスのパーフェクトブローキットなんですが、この濃い色2つをですね、こんな感じで2つ混ぜちゃって、適当にヒューヒューヒューと間を埋めていきます。あとはリップメイクです。今回はクリスマスということなので赤を使いたいと思います。で最初にまずリップラインをしていきます。私が使うリップライナーは、あー分かんない、 MAC のやつなんですけど、トラストインレッドっていうカラーのリップペンシルで縁を取っていきます。はい、こんな感じでリップラインを取ったら、次はこれマットのリップなんですけれども、これはアディクションのリップクレヨンの007番をつけていきます。これはザ・レッドっていうカラーです。今回はですね、リップとアイシャドウが濃いのでチークはしないです。はい、これでメイク完成です。いかがでしたか？最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。 There's a system. There's always a system of conversational gears, relational pistons.A cog engages with another cog, and motion results. But a failure to engage is nobody's fault.